今日はオナキンについて話していきたいと思います。はい、オナキンという言葉を聞いたことのない視聴者のために説明してもらっていいですか。オナキンとはオナニーを我慢することですね。G 行為を我慢することですね。オナキンという言葉は日本ではどれほど普及してますか。男子なら全員知ってると思います。はい、知ってます。聞いたことありますね。当然です。当然聞いたことあります。結構知られてるんじゃないですかね。多分中高生ぐらいから、中学生高校生ぐらいからは知ってるんじゃないですかね。男だったら多分。お年寄りは知らなさそうって感じ。お年寄り、そうですね。なんかいつぐらいから生まれた言葉なのか分かんないですけど、もしかしたら伝わらないかもしれないですね。オナキンに対してどう思いますか。やっぱ大事だなって思いますね。抑えるっていう意味でも大事ですし、その自分の欲に勝たないといけないって大事だと思います。禁止するほどのことでもないと思うんですけど、まあ毎日やるのは良くないのかなとはちょっと思いますね。オナキンすることによって次のオナニーを楽しむっていう意味があるから僕は思いますね。まあオナキンすることによってまあなんていうんですかね、体のパフォーマンス上がっていくと思うので、まあまあいいんじゃないですかね。メリットと思うところとデメリットと思うところについてありますか。メリットは多分翌日体が重くならないとか、多分なんかそういう体のコンディション的な部分につながるのかなとは思いますね。デメリットってなんだろうな。デメリットはちょっと分かんないですね。オナキンには効果があると思いますか。どうでしょう、あるんじゃないですかね。なんか肌の調子が良くなるとかあるかなとは思います。週に何回ぐらい平均見てますか。はい、エッチな動画ですか。そうですね、まあ週に3ぐらいか。1日おきぐらいですね。2日に1回ぐらいです。2日に1回ぐらいですかね。ちなみに週にとか何回見てるんですか。 AV とかですかね。3回ぐらいですかね。3回ぐらい、はい、じゃあやってみたことのある人いますか。みんなですね。どうでしたか、挑戦してみて。やっぱそうですね、1週間ぐらいしか続かなかったですね。やっぱり難しい。難しいです。どうですか。3週間でしたね。つわもの。ありがとうございます。3日でしたね。3日でした。忙しい時重なって2、3週間やらなかったことあります。なるほど。一番難しく感じたことは何でしたか。街行く女の人を見た時ですかね。やっぱりエロい人が通ったらちょっとうっとくるものあるですね。次は挑戦してみたことはありますか。いや、僕はないですね。まあ何度かあるんですけど、まあいいかって感じでやめちゃってますね最近。いつも。はい。成功しましたか。いや、してないですね。はい、なんでですか。いや、なんか別に知らんくてもいいかってなっちゃって、で終わっちゃう感じですね。性欲買っちゃったって感じですか。まあまあ、まあ、そういうことになりますかね。でも禁欲、オナキンしたことはないから。認識結構ありますね。やったことがなくてもその言葉としての認識は、まあ、結構普及してるイメージありますか、日本で。そうですね、言う子は言いますね。あ、でも友達とかやったら1ヶ月ぐらいオナキンして1ヶ月後に爆発してる人いましたね。やってみたことありますか。やってみたことありますね。僕は何ヶ月、3ヶ月持って。3ヶ月。3ヶ月はできた。3ヶ月やって出家しましょうか。もうそれぐらいやって、あ、これぐらいできるんやっていうの自分で分かって、そうですね、そこからもうやめた感じです。3ヶ月は持つんやと思う。なるほど、3ヶ月間結構長いんですね。それで、まあ、いろんなベネフィットが謳歌されてますけど、何らかのなポジティブな影響ありましたか。ごめんなさい、あんま要はでも変わらんかった気がします。あんまり変わらんかった。挑戦しようかなと思ったんですけど、やっぱ自分の欲には負けてしまったんで、ちょっとやってみたいとは思うんですけど、やってはないですね。欲のままにいきたいから。挑戦してみたことありますか。なんか別に意識してなんかしようとか しないとか、なんかそういう感じは特に経験ではないですね。忙しければあまり意識せずに、まあおのずとそういう、まあそうですね、時間ないですし、なんか帰って仕事し、なんか仕事の残りやって寝るとか、そんな感じだったらなんかそういうのに意識も向かないんで、なんか自動的にそういう感じになるみたいな感じかなと思います。 G 行為より生身の女の子を追い求めるタイプですか。あ、まあどっちがいいかって言ったら、まあそっちですね。いや、僕はないですね。
なるほど、それをやってみる必要がないという感じですか、はいはい、そうですね、生身の女の子に恵まれてるって感じですか。いやまあそうではないですけど、あまりその我慢をするのは良くないと思うので、はい、自分で挑戦してみたことありますか。ないです。挑戦してみようかなと思ったことはどうですか。まあ、なんか今思いました。なるほど、その、まあ、考えるきっかけは何だったんですか。まあなんかいろんな人から聞いてとかですかね。なんで言葉として普及してきましたと思いますか。やっぱり効果があるからじゃないですかね。例えばモテるようになるとか。そして個人的にはどう思いますか。いや全然意味がないと思います。あとはなんで増えてきてると思いますか。やっぱり欧米でも日本でもその言葉の使用が増えてきて、まあ、自分磨きのためとかじゃないですかね。やっぱなんか毛が生えてきちゃうとかいろいろなんかあるのかなと思うんで、まあ、そういったところで自分磨きでやらないみたいなのもあるんじゃないですかね。統計的には日本人の6割から8割ぐらいの男性は頻繁にその AV アダルト動画を見てるんですけど、それは出生率には影響ありそうと思いますか。影響ないとは思わないんですけど、でももっとなんか経済的な問題だとかなんかそういうことの方が多分大きい問題のなんかウェイトを占めてるかなと思ってるんで、全く関係ないですねとは思わないですけど、なんかもっと他に大きい問題があるんじゃないかなとは思いますね。今ポルノ依存症で勃起不全に患ってる人に向けてアドバイスはありますか。やっぱり生活習慣とやっぱりお泣きにしないとやっぱ男として成熟しないですかね。ニンニク食べましょう。まあ立たないことも一つの個性だと思います。多様性で認めてあげてます。毎日見ないことも重要なんで、まあ、たまに1週間ぐらいお泣きにして見るのも手だと思います。重度なポルノ依存症に患ってて、今日27回しこっちゃった視聴者にアドバイスはありますか。自分を解放してていいと思います。じゃあ30回目指しましょう。はい、目指してください。頑張ってください。応援します。え27回すごっ。できればその性欲分けてもらいたいです、うん、悪いことではないと思うんですけど、27回か、自分のやることをやりたいことないから暇でやっちゃうのかもしれないんで、自分のやりたいこととか趣味とか見つけていけたら、そういうことを なくしていきたいと思ってるなら、そういうことも考えていったらいいかなって思いました。27回したってことなんで、それ一回我慢して1回にしてみたらまた新しい楽しみがあるから、あとは1回のその1回にこうなんていうかな、いろんな考えを持ちながらいろんなことを試しながらやったら楽しくなると思うんで、やってみたらいいと思います。27回やられてはるんやったら、あの時間決めて2時間、2時間に1回とか3時間に1回とか、なんか時間空けてだんだん回数その減らしていくようにしたらいいんじゃないんですかね。ちょっとやりすぎです。理想の1日の回数はどれくらいですか。1日1回そんな人いるんですか。逆にその体力ちょっと分けてほしいですけどね。そんな僕体力ないんで。いや元気だなって思います。一緒にイエス様を伝えましょう。サブスクライブトゥインタビュージャパン。サブスクライブトゥインタビューインジャパン。サブスクライブトゥインタビューインジャパン。